こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、5拍子の、リズムのパターンですね。まず基本的な考え方はですね、ワン、ツー、シー、ワン、ツー、ワン、ツー、シー、ワン、ツー、ワン、ツー、シー、ワン、ツー。こういう動きです。ルッタン、トタン、ルッタン、トタン、トタンなので、ワン、ツー、シー、ワン、ツー。だからカウントの取り方も、ワン、ツー、シー、ワン、ツー、ワン、ツー、シー、ワン、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン。ただ、意外と5拍子って、ワン、ツー、スリー、フォー。もう、5拍子は、その、カウントの頭の軸を出すためだ。ワン、ツー、スリー、フォー。とかやったりしますし、5拍子とか、なんか変な拍子の場合は、もう、ワン、ツー、スリー、フォー。カウントだけではその拍子の雰囲気が出さない感じにして、もう頭から、みんなで歌いましょうっていう形が結構ありますね。ただやっぱり、先にちょっと説明飛ばしちゃったんですけど、ワン、ツー、シー、ワン、ツーの、ワン、ツー、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、エン、ワン、ツー、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー。長さの違う5拍子。タスツー、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 タスツー。ブパパ、ブパパ、ブパパパか。ブパパ、ブパパ、ブパ、ブパか。というわ。タヌキ、タヌキ、ブタブタ、タヌキ、タヌキ、ブタブタ、タヌキ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 、キツツキか、タヌキ、タヌキ、ブタブタか。まあ、3か4の、要は、長さの違う変形で考えると、ワン、ツー、シー、ワン、ツー、ダン、ダン、うん、うん、ワン、ツー、シー、うん、うん、ダン、っていう風にカウントしてあげた方が、まあ、5拍子は入りやすいかなと思います。で、そうすると、分け方ができるということですね。で、途中で僕やってるんですが、このダン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 タツ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 7拍子が上に乗っかる。7拍子は1 2 3 4 1 2 3 4 ながら近似値なんで、ダン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 っていう風にやってみました。これがまあ特殊なやつですね。これはまああんまりやらないですけど。でも、タンタンドンタン。で、よくやるのは5を2で割る。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、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 という風にやったりとか、まああの、しながらこっちで2割したりですね。こういうのは、セブンデイズとか、スティングの。まあ、イーブンの曲ですけど、まあ、このイーブンの5拍子だと、こういうのが。2割で右手で行くと大きい5拍子ができるので、よく使います。だけど、まあ、この跳ねたリズムだと、この三連音というのを入れたりして、まあ膨らませたり、まあ二拍三連。に入れたり膨らませたりします。まあ5拍子はこんな感じだ。3と2でワンツー、長さの違う、まああとはよくやるのは、今日はやらなかったですけど、3と2を細かい5拍子を中に入れたりとかするっていうのもありますね。あとは要は今の3と2を2と3にして、
このテンポぐらいだと、まあ、16系のリズムまでは対応できるのかなと思うので、この辺でいろいろバリエーション作ってみてもらえばいいかなと思います。また細かくやると思いますが、とりあえず一旦リズム編でございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。